じゃあ次の豊橋行きはどの車両で来るんだろう。あ、現在東京駅に来ています。時刻はだいたい15時になろうかというところですね。で今日の夜までに名古屋に行きたいんですが、で手元にはこちら18切符が余っています。なのでこう18切符を使って超快適に名古屋まで行こうかなと思うんですけど、で名古屋まで超快適に行く方法、まあ、有名な方法があるんで皆さんご存知だと思うんですけど、その方法が去年ちょっとダイヤ改正で内容が変わったので、さらに今年の改正で変わってるかもしれないんで、それを実際に確認するために今回その超快適に移動できる方法で移動してみようと思います。まあ、とりあえずこの18切符で改札に入ります。やっぱりまず西に行くので東海道線に乗るんですが、やっぱり超快適に行こう方法として有名なのはこちらですよね。東海道線の普通沼津行き、沼津行きなので沼津まで1本で乗り換えなしで行ける上に、まあ、グリーン車が連結と、グリーン車なのでじゃあグリーン券を買いましょうか。どうやって買うのかな。さあグリーン券売機にやってきましたが、グリーン券を購入ということで、ちょっと今回はポイントは使わないで、普通にお金で買おうと思います。であれ熱海まで1000円、熱海の先沼津に行きたいんですけど、熱海より先の神奈川三島沼津が出てこない。これはどういうことでしょうか。そう、実はこのスイカグリーン券サービス、このスイカが JR 東日本の商品だからと思うんですけど、 JR 東日本エリアの熱海までしか使えないんですよね。じゃあどうするかというと、こちらですね、普通列車用グリーン券、東京から沼津、まあ、緑の窓口で並んで購入しました。なんか15人ぐらい並んでましたけど、窓口も4箇所あったんで、まあ、1人1分ぐらい流れたんで意外とスムーズでしたね。で東京沼津は平日だと1000円ですか。1000円って聞くと結構高そうに感じますけど、ただこれでゆっくりグリーン車に座れるんで、まあこれは18切符も安いですから必要な出費ですね。じゃあおとなしく15時37分の沼津行きを待ちますか。ただこの沼津行きも平日でも結構グリーン車混んでるんで早めに並んだ方がいいですね。さあでは無事にグリーン車に東京から座ることができました。でまあこの先の風景は結構見慣れていると思いますので、なかなかあんまり今まで映してなかったものを見ていこうと思います。ここは東京モノレールと書いてありますが、浜松町を通過して京浜東北線を追い抜いて横浜までの区間は京浜東北線との並走が楽しめますね。そして高輪ゲートウェイ付近にはいつもの場所にサンライズが止まっています。さあここは蒲田の手前で、あ桜が綺麗ですね。でこの付近は卵屋って書いてある建物、あこれですね、すごい目立ちますけど、これ仕出し弁当屋さんですね。私もバイト先で卵屋の弁当を食べてたことがあります。で川崎駅の手前で多摩川を渡りますが、ここは橋がこの三角のトラス橋になっていますね。この動画は春の18切符シーズンに撮られましたが、気づいたら夏になっていました。で川崎を出ると続いて鶴見川を渡りますけど、ここは橋の形があのトラスがないんですよね。で鶴見を通過しましたが、この付近で貨物船などと合流して線路がたくさん並んでいますね。奥に見えるのは鶴見線と、あと鶴見大学ですか。あで今ここの歩道橋が2012年まで存在した日本一長い踏切の総持寺踏切ですね。で現役の日本一長い踏切はもうちょっと行ったところにありますので、花月園前踏切というものなんですけど、まあ、それとさっきの総持寺と何が違うかっていうと、貨物の線路の本数が違うということになっています。もうすぐですね、このファミリーマートのところ、ここですね、日本一長い踏切、まあ、ここの奥にはもともと花月園の競輪場があったんですが、今はなくなって公園になって、であと手前がもともと JFE の社宅だったんですが、今は工事中になっています。でその隣にある海尾踏切、ここも長いんですが、ここは京浜東北線と東海道線で踏切が分かれてるんだったっけな。なので閉まってる時間は先ほどの花月園前踏切の方が長いです。でこう目の前に壁が出てきてますけど、今まで東海道線と京浜東北線並走してましたが、東海道線の方が進行左側を走っていたのに、なぜかここで京浜東北線が左側に移るんですよね。なのでここで京浜東北線、東海道線、横須賀線と並ぶ順番になりました。ここで東神奈川の手前で横浜線と合流しますね。おものすごいタイミングで横浜線の姿が見えましたね。さあでは横浜を出て、ここは横浜の隣の相鉄の駅、平沼橋駅付近ですけど、あ相鉄の車両が通ってますね。ダイヤ改正で東急の車両がこの西谷と横浜の間、ここにも入るようになったって聞きましたが、まだ見たことはないですね。さあここは辻堂駅を出て、辻堂桜広場という公園の目の前ですね。やっぱり桜の季節なので桜の姿を映しておきましょう。そして貨物列車とすれ違いましたね。あとこれ超短いですね。これ3両しか貨車がついてなかったかな。しかもコンテナは乗ってなくて、で相模川を渡って平塚に着こうというところで、やっぱり川沿いは桜が結構植えられてますよね。さあでは神津駅の手前では特急踊り子の E257系がすれ違いましたね。もう E257系大変馴染みましたけど、そういえばこの夏は臨時列車の特急1-5というのが走るようですが、皆さんは乗りに行かれますでしょうか。さあ神津駅を出て右に見える高架の線路は御殿場線および神津車両センターに向かう線路ですけど、おお奥には神津車両センターから出てくる東海道線の車両が見えますね。
いや、ここで結構東海道線見かける確率高い気がしますけど、結構出入りが激しいんですよね、きっと。さあ、では小田原には17時ちょうどに着くところですが、ちょうど新幹線と並走しますね。これはゆっくりなんで小田原に停車する新幹線だと思いますが、これは東京駅を16時27分、この東海道線の50分後に出てきた小玉741号が50分の差を追いついて小田原に到着しようとしているところです。あの、結構どうだ、速度同じぐらいになるかな。新幹線はゆっくり止まりますから。あー、でも完全に追い抜かれてしまいますね。この先新幹線の停車駅でいうと熱海三島まで行きますが、追いつくことはないでしょう。あ、小田原に近づくにつれてまた追いついてきましたね。おー、あ、こういうバトルが楽しめるんですね。しかもよく考えたら小玉号だから新幹線の方が小田原に5分ほど停車するでしょうから、小田原を出る時点ではまたこの東海道線の方が早いか。で、どっかしらで抜かれると思います。いや、結果として新幹線と本当にほぼ同時に並走する形で小田原に到着ですね。さあ、では通過待ちがないことを生かして新幹線より早く小田原を発車しました。さあ、どこで追い抜かれるか、まあ、この先トンネルが多いから追い抜かれるところも見れないかもしれませんが、あ、そして早川の手前で追い抜かれましたけど、これは小玉を追い抜いたのぞみかな。で、この辺りは早川、根府川と来て、根府川駅付近ですけど、多分ダイヤ的にはこの辺でさっきの小玉に追い抜かれると思いますけど、奥に新幹線が見えますが、追い抜かれる姿は見えませんでした。さあ、では間もなく熱海に到着ですが、やはり東京の時点では混んでましたが、もう熱海に着く頃にはガラガラです。こうね、熱海行きじゃなくて沼津までグリーン車乗れるんですけど、せっかくの沼津行きでも沼津までグリーンに乗る人はほとんどいないのかな。まあ、熱海に到着で、ちなみに先ほど小田原で見た小玉号はこの列車のもう8分ほど前に熱海を発車しています。あ、で、熱海には向こう側にはこうセントラルライナーの車両の島田行きが止まってますね。おお、あの車両に乗れるんだったらここでね、降りてセントラルライナーに乗り換えれば快適に島田まで行けますけど、まあ、このままグリーン車で沼津まで乗り続けます。この電車は東海道線沼津行きです。次は熱海です。さあ、では熱海を出て、このね、自動放送の沼津までの各駅の放送を聞くのはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。熱海を出ると長いトンネルの丹那トンネルに入ります。で、グリーン車には熱海から誰も乗ってこず、で、こう車内の電光掲示板には次は神奈美という JR 東海のエリアの駅名が出ていますね。沼津駅という表示も出ています。まあ、で、神奈川県エリアは小田原のあたりから結構山が近かったですけど、まあ、この景色が見えてくるともう間もなく三島という感じがしてきますね。では伊豆箱根鉄道の車両を見ながら最後の途中停車駅三島を発車で、小玉号との差は11分に広がりました。さあ、快適なグリーン車に乗り続けることを約2時間、まもなく終点の沼津に到着です。で、まあ、グリーン代1000円かかりましたけど、約2時間ほどこの座席で過ごせるんだったら全然ありじゃないでしょうか。あ、で、地味に御殿場線と並走しながら沼津に到着ですね。これは構図16時3分に出たものだそうで、まあ、この東海道線より50分早く出てるんで、新幹線に抜かれつつ御殿場線には一気に追いつきました。さあ、では東海道線グリーン車を終点沼津で下車しました。約2時間ほどの乗車でしたけど、もう大変快適でしたね。で、次の乗り換えですけど、順当に17時46分浜松行きが止まってるんで、これに乗り換えてもいいですが、やっぱりあれですよね。で、あれとは何かというとこちらですよね。18時31分ホームライナー浜松3号、こちら373系という特急型の車両でやってきて、330円のライナー券を購入すればこれで浜松まで一気に移動できます。ただこの去年の2022年のダイヤ改正から、もともとこっちの休日にも運転されていたのが平日のみになってしまいました。ただ平日にはもちろん健在です。で、これに乗るんですが、今17時45分なんで45分ぐらい待ち時間があると。それをずっと待つのはもったいないんで、いい時間の使い方を見つけましたんで、ちょっとそれをやりに行きましょう。さあ、では無事に沼津の改札を出まして、何をするかというと、まあ、ちょっとお腹が空きましたんで夕飯を早めに食べに行きましょう。今日名古屋着くのはかなり遅くなっちゃうと思いますから。で、ちなみにこのね、東京発の沼津行きは沼津に着くと IC カードの生産などで窓口がすごい渋滞してしまうので、今17時55分頃かな、もう残り時間は35分ですけど、手軽に食べられるものはいいですね。あ、そしたらこの駅前の商店街のところ、あそこに家系ラーメンってありますね。これいいんじゃないかな、家系ラーメン渾身屋。しかも、ライス無料、麺大盛り無料、これすごくないですか。あ、書いてありますね、ダブルランチ、11時から19時ライス無料、さらに14時から19時麺大盛り無料、14時から19時の間はダブルの大盛り無料が楽しめて、もうね、ランチとは言えない時間だと思いますけど、このホームラインの浜松3号への乗り継ぎに向けて、ランチタイムサービスが行われています。これはどうだ、混んでなければいいんだけど、こんだけサービスしてくれたらもうやっぱ大人気で混雑してんのかな。よし、じゃあこちら渾身屋さん行ってみます。
いやじゃあ無事に食べ終わりました。渾身屋さんのラーメン780円で、で麺大盛り無料で、ライスも小ライスとかかなと思ったら小中大選べて、自分は小にしましたけど、お腹空いてたら大にすればもう完璧に満腹になりますよね。で家系らしく濃いめの味付けで大変美味しくいただきました。結構並ぶ列用のポールとかもありましたけど、この時間帯は比較的空いてるみたいですね。並ばず入りました。いやでもこのランチタイムサービス最高ですね。このホームライナー浜松の乗り継ぎにちょうどいいのが本当最高ですね。で今18時10分なんで、ライナーまであと20分ありますから全然間に合いますね。いやこの乗り継ぎ最高ですね。じゃあちょっと暗くなってきましたが、沼津駅に戻って、まずあれかライナー券を買おう。はい、お願いします。さあじゃあ今無事にライナー券を買いまして、ホームに戻ってきましたが、今18時15分ですね。であと発車まで15分ですけど、あもう入ってきてます。おいいですね、このホームライナー浜松3号。以前は指定席でしたが、今は全車自由席になってます。でこれを早めに入ってきた分、もうね早めに座席に座ってゆっくりくつろげるから最高ですね。いいですね、373系、ヘッドマークはホームライナー。よし、じゃあドア開いたんで乗りましょう。座席はこういった感じで、まあ、先ほど乗った普通列車のグリーン車よりももう少し座席が分厚い印象がありますね。であとこう車端部にはボックス席のようなところがあるんですけど、ここも自由席なんで早い者勝ちですね。乗車整理券は前座席の背もたれカバーのポケットにお入れください。で案内の通り整理券はこのポケットに入れておけば OK です。まあ、日付が分かるようにこう日付の面を上にした方がいいですね。で発車の直前に熱海始発浜松行きがやってきて、まあ、ここから乗り換えることもできるんですが、あしかも浜松行きの車両、例の快適なセントラルライナーの車両ですね。だからまああれに乗れば浜松まで、まあ、同じようなクロスシートの座席で移動できるんですが、まあとは言ってもね、こっちのホームライナー浜松の方が座席がより座り心地がいいですし、あとスピードも通過域があるんで速いですね。今日もホームライナーをご利用いただきましてありがとうございます。この電車は全車指定席のホームライナー浜松行きです。さあでは心地いいモーターの音を聞きながら、まずは発車で、で今自動放送で全車指定席って入ってましたけど、これはもともと指定席だった名残で今は自由席ですね。で前の指定席の時だと結構端の方から席を詰めて売るようなシステムだったみたいで、混んでる号車と空いてる号車の差が激しかったんですけど、今各号車均等に窓側がほぼ埋まるぐらいに乗っています。あとこの自動放送もね、全然声が先ほどまで JR 東日本と違うんで、これも東海エリアに入ったのを感じますね。ちょっと景色は結構暗いんで、見えそうなところだけ景色見ていきましょう。でこの列車ホームライダーなので通過駅が多数あって、前の列車を追い抜くこともあります。でここ東田子の浦で沼津を8分前に出た普通静岡駅を追い抜きます。まあこちらですね、やっぱこの速さがホームライナーの魅力ですよね。で大量の貨物のコンテナが見えたら、まあ、最初富士に停車ということで、新幹線だと三島の次は新富士ですけど、まあ、このホームライナーも沼津の次は富士という、まあ、新幹線並みの停車駅ですね。これは富士の次は一気に飛ばして清水に止まります。ここで降りる方もある程度いらっしゃいます。では清水の次が静岡に到着です。静岡では沼津を19分前に出た普通浜松行きに追いつきますね。いや19分差を追いつくって結構小玉並みの速さですよね。でここで降りる方もいらっしゃいますが、乗る方も結構いらっしゃいますね。乗客が入れ替わります。静岡を出て、で向こうに止まってる普通浜松行きはもう結構立つ人もドア付近までいっぱいになっていて、それと比べるとね、こっちのホームライナーはもう確実に330円以上の価値のある空間であるように思います。あともともと指定席制だった時はもうどこで降りるとか記録されてないシステムだったんで、もう静岡で降りてもその静岡で降りた人の席に他の人が座ってくるってことはなかったんですけど、自由席だとそこも効率よく使えるんで、だから自由席制の方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。で静岡を出ると藤枝に止まります。その手前の焼津にも止まってもいいんじゃないかって気もするんですけど、おそらく近距離での利用を避けるために静岡の次は藤枝ですね。で藤枝を出るとおそらく静岡駅からある程度離れたところに住んでる方に快適に通勤してもらおうということだと思うんですけど、停車駅は結構増えますね。まずは行き先にもなっている島田に停車します。で島田では隣のホームに島田行きとなっている列車が止まってるんですが、これ覚えてますでしょうか。熱海で見かけた対向に止まっていた島田行きですね。私がラーメンを食べている間に追い抜かれて、まあ、島田まで来ていたようなんですけど、それにやっと追いつきました。で島田を出ると大井川鉄道に乗り換えられる金谷は通過します。次の停車は菊川ですね。この辺りの駅はどこも利用者が多いという印象です。で次は新幹線停車駅の掛川に停車。まあ、この辺りから乗る人いてもおかしくないんですけど、まあ、降りる人の方が圧倒的に多いですね。天竜浜名湖鉄道と乗り換えは可能ですが姿は見えません。
で一つ愛の駅を通過して次は袋に停車です。ただこの辺りの駅も利用者がある程度いるはずなんですけど、なぜか結構静かな印象があります。袋井の次も一駅御厨を通過して岩田に停車です。御厨はつい最近できた駅なので、駅の開業前は袋井岩田と連続停車でしたね。まもなく終点浜松です。今日もホームライダーをご利用いただきましてありがとうございました。さあでは放送がありましたが、こう普通列車に乗ってると結構長いですけど、ホームライダーだとあっという間ですね。次が終点の浜松です。さあでこちら乗ってきたホームライナー浜松3号、沼津からだいたい1時間40分ぐらいですね。終点浜松で下車しました。ですぐ隣に20時13分発普通豊橋行きというのが止まっていて、まあ、豊橋方面はこちらにお乗り換えですということです。ただこちらの豊橋行きには乗りません。ドアが閉まって走り去っていきます。というのもこのホームライナー浜松3号、1年前のダイヤ改正、2022年の改正まではそのまま引き続き普通列車豊橋行きとして運行されていて、なのでこの373系に豊橋まで乗れたんですね。それが去年の改正で、まあ、浜松止まりになって、ただその30分後の普通豊橋行きとして運行されるということだったんですね。でそれがまた2023年の改正でどうなったか、それが気になりますよね。でこのホームライナー浜松3号は車庫に入ります。ご乗車にはなれませんと放送が入ってるんで、どうだろう、このまま車庫に行っちゃうのかな。ただ次の発車表を見ると、まあ、20時45分当駅始発6両というね、まあ、意味深な表示が出てますんで、どうなるんだろう、まあ、この20時45分豊橋行きに乗ってみるか、多分373系じゃないかなとは思うんですけど。ちなみに浜松ついてこう隣のホームには三島行きが止まってますが、この三島行きはおそらく沼津で見かけた浜松行きかな。家系ラーメンを食べてホームライナーに乗りましたが、浜松に着いたところで追いつくという、やっぱホームライナーだいぶ早いですね。40分ぐらい前に出た普通列車に追いついちゃうんだ。あーと思ったら、そっか、本当にホームライナー車庫に引き上げていっちゃった。じゃあ次の豊橋行きはどの車両で来るんだろう。いやー373だといいけど、どうだろうな。まあダイヤ改正したとはいえ、そんなにね大きくここの事故が変わることはないだろうと思ったので、ちなみにこのホームライナー浜松3号、実は3週間ぐらい前に乗っていて、3週間前3月上旬でダイヤ改正前ですね、その時はもうホームライナー自体がもう1時間半ぐらい遅れて、そうすると浜松に着いたら、まあ、本来全員お客さん降りなくちゃいけないですが、引き続き豊橋行きとして運行いたしますと言って豊橋まで引き続き乗れたんですよね。それはやっぱり20時45分発それの、まあ、数十分遅れという扱いで乗れたので、大幅に遅れるとこう引き続き乗るっていうことはできました。でやっぱりこういうね遅れが発生した時に引き続き豊橋行きとして運行すると、まあ、遅れを引き継いじゃうっていうのと、まあ、あと浜松から乗りたい人が座れない、もともと座ってる人がいっぱいいるから、その辺の関係で、まあ、豊橋行きを373系1本後にしたのかなとは思うんですが、果たして2023年はどうなってるんだろう。でもまあどっちにしてもね、この次豊橋方面行くのはこの20時45だから、もう待ちますか。でもこの足元の乗車位置になんとなく分かるんじゃないかな。赤色1から6、赤色ってこう赤5があって、こうドアが1両あたり2つしかなかったら多分373系だと思うんだけど、5があって5を2つ目あで次が4、これやっぱり373じゃないかな。これは期待できますね。まあ、豊橋行き引き続き373系だけど、1回車庫に入るのはあれですかね、やっぱり30分前からいても、そうするとここの線路が塞がっちゃうから、何か臨時でここに通したいものがあるときとかに通れるようにとか、あと運転手さんの交代の都合とかもあるかもしれませんね。さあ列車の接近の案内が入って、で遠くの方からすごい眩しい4つの光が見えますけど、これはおそらくあれでしょう。いや、 やってきましたね。この輝く4つの光はやっぱり373系だ、大勝利。この幕が普通豊橋駅としてやってきました。このヘッドマークも改めて見てみると普通となっています。いや、 やっぱりこの373系の豊橋駅健在でしたね。ちょっと到着が30分遅くなりますが、ここでねまだ発車まで15分ぐらいあるから、よりゆっくり373系を楽しめるんじゃないですか。でここのコンパートとかにも座りたくなりますけど、意外とこの豊橋駅も混むはずなんで、また通常の席に座りましょう。いやでもそのままライナーから継続乗車できた時は浜松ですぐ満席だったと思うんですけど、それとはもう段違いで空いてますね。で発車の4分前に静岡始発の浜松行きがやってきて、この列車と乗り換えられるんですけど、それでも全然空席があります。では20時45分に浜松を発車で、まあせっかくなので先ほど座ってた席と全く同じ席に座っていました。でどうやら車内の他の席のちょっとしたまあゴミとかもそのまま残ってたんで、車内の清掃とかも行わず、だから車内に忘れ物をしてもそのまま待ってればまた戻ってきてこれ取り返せるんじゃないかな。その辺も覚えておくとどこかで役立つかもしれませんね。お乗車ありがとうございます。
この列車はライナーと違って自動放送がないのが特徴ですね。ただここの前方掲示板は通常通り稼働しています。もう暗くて景色も何もないですが、ここは新庄原に停車ですね。掛川で分かれた天竜浜名湖鉄道とまた合流するところです。ただやっぱりこの区間全然空席はいくつかある状態なので、座ることは余裕でできそうです。次は終点豊橋、終点の豊橋で出口は右側です。ドアから手を離して待ちください。では35分ほどの乗車で終点豊橋に到着ですね。いやでも本当に以前はこのライナーから引き続き乗れた状態の豊橋行きは通路まで人がいることもたびたびありましたけど、今回は全然余裕で座るんで、やっぱこれはもう30分後に遅らせるダイヤ改正は正解ですよね。大変快適でした。さあでは終点豊橋に到着しました。今21時20分で、でその先名古屋方面区間快速大垣行きが3分後23分の発車、向こう側のホームですね。すぐの乗り換えですけど、ちょうど新快速が行った直後なんで、まあ、そんなに混んでないんじゃないかなと思います。とりあえずあれ乗り換えるか。いやでこの沼津から4時間近く共に過ごした373系、大変快適でしたね。こちらの車両とはここでお別れです。じゃあ区間快速大垣行き、やっぱり空いてますね。区間快速ってなかなか乗らないし、別だからどこに止まるんだろう。森山列車は区間快速大垣行きです。途中岡崎まで各駅に停車をし、岡崎から先は安城。さあでは停車駅の案内が入ってますが、なんと岡崎まで各駅に停車するそうですね。結構ねあえてゆっくり行くために遅い種別の列車を乗るってことは時々ありますけど、これでもここから名古屋に行くには最速の列車です。でやっぱり6分前に新快速が行った直後なので車内はガラガラです。でまず最初の停車駅は西小坂井ですが、まあ、この調子で岡崎まで順番に止まっていくわけですね。そしたら途中蒲郡を出たところで何か横に列車が並走してるけど、これは名鉄蒲郡線か。ここで並走が見れるのは結構珍しいんじゃないでしょうか。でちょうどその三河商店に着こうというところで、おお勢いよく追い抜かれていきますね。まるで小田原で新幹線を見た時のようです。いやでも向こうの名鉄線も蒲郡始発で一番乗客が乗ってる区間だとは思うんですけど、かなり車内は空いていますね。で三河始発を発車で、やっぱり名鉄は停車時間も短いですよね。もうとっくに抜き去られて姿も見えません。では豊橋から30分少々走り、やっとのことで岡崎に到着で、ここから先は区間快速ということで快速と同じ停車駅になります。時刻はもう22時頃ですが、名古屋にはいつ着くでしょうか。では一気に進んで、ここは名鉄の神宮前付近ですね。 JR と熱田駅付近で今ちょうど名鉄と並走して追い抜きました。名古屋はもうすぐです。ちなみに岡崎を過ぎるともうやっぱり速達列車になるので、乗客の姿も増えてもう席は埋まってるぐらいの混雑です。では最後の途中停車駅金山を発車して、次が名古屋ですね。ご乗車ありがとうございました。まもなく名古屋です。6番線の到着、出口は右側です。では名鉄の山王を通過して、もうまもなく名古屋に到着です。さあなんだかんだ長かったですけど、果たして東京から何時間かかったでしょうか。さあでは乗ってきた区間快速を名古屋で下車しました。今の時刻が22時30分なので、まあ東京出てから約7時間の旅になりましたね。まあ、結果としてずっとクロスシートの車両に乗り続けて、しかも大半の区間はリクライニングシートという、ものすごい快適に名古屋まで来ることができました。とりあえず改札の外出てみましょう。さあでは名古屋改札の外に出てみました。というわけで今回東京から約7時間かけて18切符で超快適に移動してきましたが、18切符1回分と、まあ、あとプラス1330円グリーン代とライナー代かかりましたけど、そうすると合計の費用は3700円ですね。3700円っていうと、まあ、高速バスの新東名スーパーライナー、あれの早売りの価格と同じぐらいなので、まあ、高速バスの並みの値段で移動できたと。バスは当日買うと高くなっちゃいますから、早めに買う必要がなくて、それで座席数も多くて、でところどころ乗り換えを楽しめる、だいぶ便利な存在なのかなと思いました。ぜひねこの乗り継ぎ、浜松豊橋がね引き続き373にまだ改正になっても乗れるっていうのは知らない方も多かったかもしれないと思うんで、ぜひね活用してみてください。ではこういった感じでこの動画は以上になりますんで、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。